皆さんこんにちはテック専任講師の岩田ですそれでは本日は fp 初級向けガイダンス人生100年時代 fp 資格で広がる将来性というタイトルでお話をさせていただきますよろしくお願い致しますはい、えー、それでは皆さん、えー、お手元にレジュメをご準備いただけますでしょうか 今日は FP 資格についてまたは FP ってどういう仕事をするのかそれから FP の試験制度はどうなっているのかといったことをお話をしていきたいと思います。まず FP ですけれどもこれはファイナンシャルプランニングそれからファイナンシャルプランナーこの2つの意味合いがあります。 ファイナンシャル財政上のそれから金融のといった意味合いですのでファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てるファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人こういった意味合いになります。 つまりファイナンシャルプランナー FP というのは経済的な計画を立てるつまり私たちが経済的にもう将来にわたって困ることがないようにさまざまなアドバイスをするこういった仕事になります。FP、で勉強する範囲というのは非常に幅広く学習をしていきます。 例えば金融資産運用だけではなくさまざまな社会制度例えば税制はどうなっているのかそれから公的年金はどうなっているのかそういった幅広い内容を学習していきますその幅広い知識をもとにして総合的にその方にアドバイスをしていくこれが FP の仕事なんですで、レジュメの1ページをご覧いただけますでしょうか FP の資格は今非常に注目されている資格なんですで、これはどうしてかと言いますとこのレジュメにもありますように私たちの暮らしへの影響と不安ということでまあ、将来自分たちの生活はどうなっていくんだろうと不安に思っているそういう方が増えているということだと思います例えば将来インフレが起こったらどうなのか または逆に経済が不安定な形で景気が悪いそのような状況がずっと続いたらどうなっていくんだろうかまたは少子高齢化と言われているその中で私たちが将来にわたって平穏に暮らしていけるんだろうか。 えこういったことを不安に思っている、えー、それで、えー、まあ自分の財産は自分で守っていかなくてはいけない、えー、自分で将来に向けてきちんと計画を立てて、えー、経済設計をしていこう、えー、このように考えているという方が増えているということだと思います、えー、それではレジュメの二ページを開いていただけますでしょうか、えー、FP が活躍できる場面とはとありますけれども まず今お話をしたように生活者としてさまざまなお金の知識を勉強したいこのようなニーズが高まっているですからご自分でそういった勉強をするという方もいらっしゃいますしまたは FP に対して相談をするそのような方も非常に増えているわけですね。 ですから FP の資格 FP というまあ仕事社会的な認知度が非常に上がってきているその中でさまざまな相談業務を行っているそのような FP も増えているわけです。そしてビジネスチャンスとしてのニーズということですけれども独立をして FP として仕事をする。 それだけではなく企業の中で FP 資格を生かしてさまざまに活躍をしているそういう方も増えている例えば金融機関それから生命保険それ損害保険会社そして不動産関係の企業こういった企業ですと現在も FP という資格が必須になっていると言っても過言ではありません。 で、まあ、金融機関でしたらば自分の商品それだけではなくさらに FP としての幅広い知識を持ってそれをもとにして顧客に対してさまざまなライフプランに対するアドバイスも含めまして金融商品をおすすめしていくまたは生命保険会社損害保険会社その方のライフプランがわからないとどのような保険がぴったりかというのもわからない。 こういったことで、まあ仕事で FP 資格を生かすという機会はますます増えているこのような状況なんです。で、レジュメの2ページの下の方、ライフプランと FP という図があります。こちらをご覧ください。で、まあ FP とライフプランの関係。FP ってどういう仕事かと言いますと、個人の ライフプランに対してアドバイスをしていくそれが FP なんですで、ライフプランこれ日本語に訳すときは障害生活設計このような少し固い言葉に訳すことが多いです えー、つまり、えー、自分の、えー、今後の、えー、生活ですね、えー。それをまあ一生涯にわたってきちんと計画を立てていく。えー、それがライフプランなんです。で、えー、もう一つまあライフデザインという言葉もあります、えー。ライフデザインはその方の価値観とも言えるものです。 例えば人が幸せである何が必要かと言いますと生きがいですとかそれから健康それからお金、まあ、経済的なものですねこういったものが必要になってくるこの3つがあれば、まあ、少なくとも幸せででであるるとということができるわけですただ、まあ、生きがいといっても何が生きがいかというのはその方によって異なります。 もちろん健康的であることが望ましい現代生活ではやはり経済的なものがきちんとしていないと幸せな生活というのは言えないと思うんですただじゃあどのくらいお金があれば幸せなのかというのはその方によって違うわけです。でこういった生きがい健康お金その方によって まあ価値観が異なりますのでそれがライイフデザインでこの中でもお金経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていくこれが FP の仕事なんです。で一方人が誕生してからそれからずっと成長していく。 その中で例えば、まあ、学校に通うですとかそれから成長して自分の家庭を持つそしてお子さんができてその教育費はどうしようそれからマイホームを購入するそして老後の生活そして自分の相続はどうしようこのように人生の節目節目で起こる出来事というのがあるこれをライフイベントと言います。 FP はそれぞれの価値観つまりライフデザインそして節目節目のライフイベントこれを包括的に見てライフプランニングをしていく包括的な観点からアドバイスをしていくその方が一生涯困窮することがないようにさまざまな経済的なアドバイスをしていくこれが FP の仕事ということになります。 ですから FP というのはやはり現代では誰もが必要なななお金に関する知識を勉強していくこのような資格なんですねですからこれから仕事で FP 資格を生かしたいこういう方だけではなく自分の生活に FP 資格を役立てたいそのような方も是非 FP の学習をする。 ということをお勧めしたいと思います。はい、それではレジュメの三ページを開いていただけますでしょうか。FP の資格制度現在どうなっているのかそれを見ていきたいと思います。はい、レジュメの三ページの一番上ですね。FP 資格の種類とありますけれども、FP の資格は現在民間の資格それから国家資格 この二本立てになっている、えー、これが特徴なんです、えー、まず、えー、左側の方、えー、CFP 資格 AFP 資格、えー、これが民間の FP 資格です、えー、民間資格 でまあ、CFPAFP この2つがありますけれどもこちらはいずれも NPO 法人日本 FP 協会日本ファイナンシャルプランナーズ協会が実施している資格です。で AFP AF AF 受験要件のところを見ますと認定研修の終了とあります。 えー、この認定研修が必要なんだ、えー、これはぜひ覚えておいてください、えー、認定研修というのはまあ、fp の試験を受けるための,、えー、あの講座ですねですからまあレックの講座、えー、これが日本 fp 協会が指定する認定研修となっております AFP の資格を取得した方が CFP を受験することができるで CFP は民間資格で最上級の資格ということになりますで CFP 資格は国際ライセンスでもあるこのような資格になっておりますで一方この表の右側の FP 技能士こちらが国家資格としての FP 資格です 厚生労働省管轄の資格ですけれども試験実施団体は民間で行っておりまして日本 FP 協会そして金融財政事情研究会この2つの団体が FP 技能検定の試験実施団体として指定されております。で国家資格の FP 技能士1級2級3級と3つの級に分かれております。 この中でまず3級 FP 技能士これが FP の初級資格です。受受験験要件は特にありまませんので誰でで誰もすすることができますそして2級 FP 技能士これが国家資格のまあ FP の普通資格ですね。で2級 FP 技能士の受験要件実務経験等とかありますけれどもまず2級 FP 技能士の受験要件3つあります。 えまず、えー、3級を合格していること、えー、そして、えー、2年以上の実務経験があることそして認定研修を終了していること、えー、この3つの要件のいず,れいずれかを満たしている方、えー、その方が2級 FP 技能検定を受験することができます、えー、そして1級 FP 技能士、えー、これが国家資格の、えー、まあ FP の最高峰の資格ということになります。 はい、このように民間資格それから国家資格この2本立てになっております。で、まあ、日本 FP 協会は民間資格もそれから国家資格も試験を実施しているという形です。じゃあ民間資格と国家資格の関係はということですけれども民間資格では AFP そして国家資格では2級 FP 技能士。 これが fp の普通資格なんですねでこの AFP と2級 FP 技能士はですからまあレベルが同じと言いますか試験が同じなんですです私たちは国家資格の2級 FP 技能検定を受験します。で2級 FP 合格後認定研修を終了している方。 この2つの要件を満たすことによって AFP に登録をすることができる。AFP に登録というのは日本 FP 協会に入会をしてそして AFP 資格を取得するということになります。でまあ FP 協会に入会をしますので例えば入会金ですとか年会費などのコストがかかるこういった資格でもあります。 はい、えー、ですから、えー、AFP の試験というのはなく二、えー、級 FP 技能検定合格して認定研修修了している方が AFP に登録をする AFP に登録をすると、えー、CFP を受験することができる、えー、このような形になっております、えー、民間資格と国家資格の違いをもう一つお話をしますと、えー、国家資格は 更新は不要ですのでこれは1回合格すればもう一生3級でしたら3級 FP 技能士2級でしたら2級 FP 技能士を名乗ることができるこのような資格なんです。ところが民間の AFPCFP 資格2年ごとの更新制になっております。更新をするというのは この2年間で FP に関するさまざまな活動をするまたはさまざまな学習をするそれによって更新をすることができる AFP ですと2年間で15単位 CFP ですと2年間で30単位取得することによって資格を更新することができます。 で、えー、15単位というのはさまざまな活動もしくは勉強などですねだいいた時間1単位の目安、えー、ですから AFP ですと2年間で15時間程度、えー、何らかの活動なり勉強することによって資格を更新することができる、えー、このような制度です、えー、2年ごとの更新というのは、えー、少し大変かと思われるかもしれません、えー、ただ、FP、というのは もう税制は毎年改正されていますざまな制度もどんどん改正されていきますまたは新しい金融商品保険商品がどんどん発売されるそういう新しい情報を常に追い求めていく資格であるということはそうやってきちんと学習をしているということで非常に信頼性のある FP と考えることができるこのような更新制になっております。 はい、えー、まあ資格制度はこのようになっておりますけれども、えー、じゃあ,、えー、まあ3級 FP 技能士それから2級 FP 技能士、えー、そのレベルはと言いますと、えー、3級ですと、えー、これは初級の資格ですので、えー、まあ初級レベル。 ですから産級の学習をする日常生活で必要なな FP に関すするさまままざことを学習しますお金のことについてなんとなくその仕組みが分かってくるこれが産級のレベルです。で2級 FP 技能士中級レベルまあ初級の FP 資格ですので普通資格ですので。 2級まで取得していただくと自分のライフプランをきちんと立てることができるまたは親しい人にまた仕事で FP 資格を使うという方はぜひ2級 FP まで取得をお勧めしたいと思います。CFP それから1級 FP 技能士これは上級の資格です。 ですから本当にもう専門性を持って FP を仕事で使うまたは独立をするという方は上級の C 級の CFP1 FP 技能士ままで取得はお勧めしたいいと思います、はい、レジュメの3ページですね真ん中をご覧いただきたいんですけれども FP 資格取得の流れ、まあ、チャートで書いてありますけれども。 FP に関する実務経験がない方であっても AFP AF 認定研修、えーまあ、REC の、えー、2級 FP 技能士 AFP の講座を受講していただくことでそれを終了すると2級 FP 技能検定の受験資格が、えー、あります。 ええまたは三級 FP を合格してそれでも二級 FP を受験することができるまたは二年以上の FP に関する何らかの実務経験があれば二級 FP 技能検定を受験することができますえそして二級合格後まあ FP 認定研修しているかあの認定研修を終了している方は日本 FP 協会で FP に登録をする または2級 FP 合格後に認定研修を修了しても構いませんそれで FP に登録をすることができるこのような流れになっていますで FP に登録をすることによって CFP を受験することができるそれによってま1級 FP 技能検定の学科試験が免除になるというような決まりもあるんですね はいこのような fp 資格取得の流れになっておりますはいそれではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか fp で勉強する内容を見ていきましょう fp で勉強する内容一言で言いますと fp に関する fp ではお金に関するすべてを勉強していきます 非常に幅広い内容で勉強するんですですから講座ではここに書いてあります六科目に分けてそれぞれの分野ごとに学習をしていきます金融資産運用不動産ライフプランニングと資金計画そしてリスク管理タックスプランニング相続事業承継この六科目ですこの中で一番右上のライフプランニングと資金計画 これがもう一番 FP, っぽい資格です FP というのは顧客に対してさままざなアドバイスをするその際ですね顧客の収入と支出または貯金はどのくらいあるのかそういったデータを収集してそれを分析をしていくんです例えばこのくらいの収入があって貯金はどれだけあるマイホームを購入したいという時に。 住宅ローンを組んでマイホームを購入できるかもしれないけれどもじゃあ将来20年後30年後の家計はどうなっていくんだろう貯蓄がマイナスになってしまったらそれはやっていけないということですのでじゃあ現在のマイホームの購入計画少し修正しましょうですとかそうやって分析をしてアドバイスをしていくそのようなキャッシュフロー表を作成する。 えー、そして、えー、個人バランスシートを作成して分析をする、えー、そういう分析の手法を学習する、えー、これがライフプランニングと資金計画の科目です、えー、それからこのライフの科目では、えー、国の社会保障制度、えー、例えば健康保険ですとか公的な年金制度などについても学習をしていきます、えー、公的年金制度などは非常に複雑です 2級まで勉強していただければ自分が老後どのくらいの老齢給付を受給することができるのかそれが自分で計算できるようになるそのようなレベルです。でこうやってライフプランニングと資金計画でライフプランを立てていくその計画通りにいくとは限らないわけですね。万がが一のことが起きるかもしれない 左下の「リスク管理」という科目でこの「万が一の事態に対ししてて備えをしていくリスク管理」では生命保険それから損害保険そして医療保険などこういった保険商品について学習をしていきます。 これも産級ですとさまざまな保険商品のどのような時にどのような補償を受けることができるかという仕組みが分かってくる2級まで学習することによって自分にぴったりな保険を選択することができるまたはこうアドバイスですね保険のアドバイスをすることができるようになるというレベルになってます。左上の金融資産運用 これはまさに金融の科目ですのでさまざまな金融商品についてその仕組みリスクやリターンはどうなっているのかというようなことを学習していきます。ですねで現在はもうゼロ金利マイナス金利の時代と言われておりますので。 銀行の預金ですとか貯金に預け入れをしただけではお金はなかなか増えていかないですから将来のまあ安定した生活ということでしたらばどうしても投資型の商品で運用していくというのは欠かせないわけです。また現在ニーサですとかイデコで運用していこうという機運が高まっている。 ところが投資型の商品というのはやはりリスクがありますのでどういったリスクがあるのかということも知らなくてはちゃんとした運用はできないわけですねそういったさまざまな金融商品について。また金融商品を選択するというのは自分にぴったりの金融商品を選択するそれに加えましてやはりその時その時の経済的な状況景気や物価がどうなっているか。 それによっても選択する金融商品は異なるわけですですから金融の科目では景気や物価を見ていくさまざまな指標などについても学習をしていきますはい、下の段のタックスプランニング真ん中ですねこれはあの税金に関する知識です3級では所得税を中心に 2級では所得税税ななどどに加えてて法人税なども学習をしていきます個人の方であれば収入があれば必ず所得税そして住民税は支払うわけですね。ただ会社にお勤めの方ですと会社で年末調整つまり税金の計算をしてくれるですから所得税でもどうやって計算をしていくのかというのを知らない方が多いわけです。 会社で計算をしてくれてもその後自分で確定申告をすることによってもし払い過ぎていた税金があれば還付を受けることができるまたは個人でお仕事をしている例えば事業所得があるですとか不動産経営をしているこういった方は確定申告といううのはもう必須になっておりますそういった所得税の計算について学習をする。 それによって上手に節税をすることができるそのようなことを勉強できる科目ですそして上の段真ん中ですけれども不動産これは不動産に関するさまざまな知識例えば不動産等規模の見方ですとかそれから不動産の取引の方法または不動産に関する建築基準法などの法律関係 そして fp ですので不動産にまつわる税金についても学習をしていきますマイホームを購入するというのが一生の夢であるという方も多いものですただ非常に値段が高い一生に一度の買い物ですよねをたくさんの方はですから不動産に関してあらかじめ様々な知識を持っていくことは必要ですし また最近では不動産投資をするという方も増えてますのでそのような投資も含めて不動産に関するさまざまな知識について学習をしていきますそして右下の相続事業承継これは相続に関する知識です民法では一人の方が死亡して誰が相続人になれるのか法定相続人というのが定められています また相続が発生すると相続税を支払う方もいらっしゃるただ相続というのはそう頻繁にあるわけではありませんただ生涯まあ誰でも少なくとも2回は相続に遭遇すると言われているように相続に関する知識勉強する機会は少ないんですけれどもでも必要な知識である。ただその方が亡くなってから 相続税対策とといううのはもうほとんどで,きないんで,す、ね、ですから生前から上手に相続税対策をしていくまたは相続の際に親族間で争いが起こらないように上手な相続対策をしていくそういったことを勉強していきます。FP ではこのような6科目に分けて幅広くお金に関する知識というのを勉強していきます。 で fp の資格が他の資格と全く違うというのは勉強する内容が日常生活ですぐにでも役立つ役立てることができる資格であるということなんですですから皆さんがレックの fp 講座を受講して勉強していくたびにですねもうすぐにでも使える知識を勉強することができる また日常生活でどんどんその知識を使うことによってそれが試験勉強試験対策にもなっていくそのような講座であり fp 資格になっておりますはいそれではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか fp の試験の傾向と対策ということでまず試験の概要を見ていきましょう はい、まあ一番上です。二級試験の概要とありますけれども、二級試験も三級試験もまあ同じです。試験は学科試験と実技試験に分かれております。二級は学科試験百二十分、実技試験が九十分ですね。で、学科と実技、これ午前と午後で試験が行われて別々に合否が判定です。 で学科も実技も六割の正解で合格になっております。で学科試験はまあ二級ですと四試答一のマークシート。実技試験は四試答一ですとか記述式の問題もありますがマークシートではなく記述式になります。 でまあ、記述式ということで実技試験を不安に思うという方も多いんですけれども論述ではありませんですから4、まあ、四択1のその回答の選択肢の番号を書くまたは実技試験計算問題なども出題されるんですね計算をしてその答えを書くそのような形の記述式になっております。で試験は年3回です。 えー、年ごとにまあ1月、5月、9月の試験となっております。はい。で、えー、まあ三級と二級、えー、毎回ですね、同じ日に試験が実施されます。えー、ですから三、えー、級と二級を、えー、同時に受験するということはできないです。 まずは3級を合格してから2級に進んでいただくまたは受験要件を満たすことによって3級をを受受験験しないいででからすするととうこともできます最近の試験の傾向としてしましては特に国家資格になってから毎年毎年試験が少しずつ難しくなっているという傾向があります。 で、まあ、実技試験の方ですけれどもどういう問題が出題されるのかというと出題される範囲としては知識の範囲ととしてはは学科試験とそれほど差はないんですねただ実技試験ですので実際にアドバイスをするというような問題も出題されますし実技っぽい問題つまり原票の読み取り問題例えば生命保険の保険証券ですとか。 それから厳選中聴取票の読み取り問題または日経新聞の読み取り問題このような問題が出題されるそして計算問題も出題されるという内容になっておりますただ、まあ、合格率で言いますとレジュメの5ページの真ん中編これ2級 fp 技能検定ですけれども折れ線グラフで合格率が示しております 学科試験と実技試験別々に合否が判定なんですけれども、うん、学科試験の方40%を少し超えるくらいですかねそれから実技試験50%それから60%を超えることもあります。で6割の正解で合格ということですので。 こう合格率がその時によってばらつきはどうしてもあります1問2問難しい問題が出題されると合格率がぐっと下がってしまうということもあるんですね。で平均して言いますと学科試験と実技試験を両方受験して両方合格する方大体いい30%台40%弱ぐらいそのくらいの合格率です。 えですから、えー、まあ10人受ければ3人は合格する、えー、3人以上合格する、えー、このくらいの合格率なんですね。で FP 試験の特徴としましては、えー、日常生活に即した、えー、そのようなアドバイスをする、えー、問題が出題される。えー、ですからあのー こう難問ですとか疑問または重箱の隅をつつくような問題ですとかそれからちょっとした言葉のあやで間違いですとかえー、そういった問題は出題されません、えー、ですからきちんと時間を取って、えー、コツコツ学習した方が合格することができる、えー、そのような試験になっております、えー、ただ、えー、合格率がだんだん あの試験の問題がだんだん難しくなってきているということを考えますと3級 FP 技能検定それから特に2級 FP 技能検定受験をお考えの方はぜひレックの講講座をを受受されて受験すするととといいいうことはお勧めしたいと思いますでレジュメの5ページの真ん中に「AFP 認定研修とは?」とありますけれども。 先ほどから AFP 認定研修という何回か言っておりますけれども認定研修というのは日本、FP、協会が指定定する認定研修この認定研修、まあ、レックの講座ですけれどもそれを終了することによって2級 f p 技能検定の受験要件にもなりまたは2級 f p 合格後 AFP に登録をすることができるそれが認定研修なんですね。 で認定研修の終了するというのはどういうことかといいますと提案書というものを作成していただいてそれを提出して合格をするそれによって認定研修が終了ということになります。提案書って何かといいますと提案書とはもう FP にとっては本当に商売道具のようなものなんです。 個人の顧客に対して様々なアドバイスをするその時に当然口頭でで説明をさせていただくわけですねそれだけではなくって提案書というレポートレポートのような形でアドバイスの内容を書いてそれを顧客の方にお渡しをする口頭だけでは言った言わないということにもなりますしまたはその場で言ってすぐに理解ができるとは限らない。そして そこでまあ提案書という形にしてお渡しをするわけです。えー、この、えー、提案書を、えー、講座の中で作成をしていただいて、えー、そして、えー、それを提出して合格をすることによって、えー、日本 FP 協会が指定する認定研修が終了ということになります。で、えー、この提案書の作成というのは、えー、まあ簡単ではありません。えー、課題がありまして。 例えば40歳前後のご夫婦でマイホームを購入したいとそのようにおっしゃってるですとか会社の定年退職を控えた比較的年配のご夫婦老後の生活設計についてアドバイスをしてほしいとおっしゃってるこのような課題がありましてその課題に対してさまざまなアドバイスを作成していくというような形になります。 レックのまあ FP 講座では講座の中に提案書講義というコマがあります。そこで提案書の作成について詳細に説明をしていきます。またはテキストが詳しく提案書の作成の仕方について記載されておりますし、初しあの初学者の方でも無理なく提案書を作成していただけることと思います。 えー、提案書、えー、まああの万が一不合格だった場合も、えー、ご連絡をした上で再提出をして合格、えー、というような流れになってきます。はい、えー、まあ認定研修の終了には提案書の提出が必要である、えー、ということもぜひ、えー、覚えておいてください。はい、えー、それでは、えー、レジュメの六ページを開いていただけますでしょうか。FP のこれからということですけれども。 FP 資格は非常に社会的な認知度が上がって特に金融関係ですとか不動産関係の仕事をしていらっしゃるもう必須の資格と言われています。そしてそういう企業系 FP だけではなく自分で FP として独立をする。 または独立系 FP 会社で勤務をするそのような方も増えているというのが現状なんですね。えー、FP をえまあ大まかに分けますと独立系 FP それから企業内 FP そしてえまあ本業プラス FP とありますけれども例えば税理士ですとか社会保険労務士または行政書士 こういった資格を保有して、その資格を生かして仕事をしながら FP の資格も持っているこのような方も増えています。まあ企業内 FP がまあ一番人数としては多いと思います。FP 資格の魅力というのは。 まず fp 資格を取得するそれによってとりあえず現在は FP として仕事をするということは考えていないという方でもお金についてさまざま勉強して資格を取得することによってそれを履歴書に書いて就職転職をすることができるそれが金融機関または保険会社などであれば企業内でご自分で学習をした えー、fp 資格その知識を十分に生かして活躍をすることができる、えー、そして経験を積んでいくことによって fp とししてて独立をしていくことができる、えー、このようにさまざまなその方の、えー、状況に合わせていろいろなあのー、FP 資格の知識を生かしていただくことができる、えー、そういう奥行きが深いこれが FP 資格の、えー、魅力だと思っております。 でえ fp の資格を取得した方があの学習する内容というのは非常に幅広いんですねえですからやはりその中でえまあ一つこれだけは人に負けないというような専門分野を持つというのもお勧めはしたいと思いますえその時にえ税金に強い fp ということで言えばえ税理士の資格え年金に強い fp ということであれば社会保険労務士の資格 不動産関係で活躍をしたいということであれば宅建築などの資格こういったそれ以外のさまざまな資格とダブルライセンストリプルライセンスで仕事をすることによってさ,さらに幅広く仕事をすることができる。 または逆に、えー、税理士ですとか社労士の資格を持っている方が FP 資格を取得することによって周辺知識を幅広く学習することで、えー、自分のお仕事の幅を広げることができるこのようにさ、えー、まざ、あ、まに使うことができるそれが FP 資格なんですね。で、えー、また、えーまあ、現在も仕事は FP 資格を使ってする、えー 決まあのするつもりはないっていう方でも、やはり家計に関する知識、その中で経済的な知識というのは今後ますます必要になってくる知識でもありますので、ぜひ FP 資格を取得学習することはお勧めはしたいと思います。はい、それではレジュメの7ページを開いてください。時代が FP を求めているなんて書いてありますけれども。 やはり現在の金融をまつわるさまざまな動きというのがありますそして経済状況が不安定になっている社会の仕組み全体が変わってきているこの中で自分で学習をして自分の生活を自分で守るということも必要になっています。まあ、FPE 技能士 AFP 資格を取得後は、えー、さらに上級の、えー、CFP 資格または一級 FP 技能士などの受験もぜひ考えていただければと思います、えー、現在、えー、まあ FP 資格に興味を持たれているまた FP 資格を、えー、取得したいと思っていらっしゃる、えー、皆さんは、えー、ぜひ、えー、もうすぐにでも、えー、勉強を始めていただいて 早めに FP 資格を取得していただければと思いますレジュメの8ページを開いていただけますでしょうか2級 FP 本試験問題に挑戦ということでこれは過去学科試験で出題された問題ですこれはライフプランニングと資金計画の分野ですね住宅ローンに関する知識なども出題されております このような形で本当にもう生活に役立つような知識ばっかり勉強することができるそういった魅力的な資格ですのでぜひ fp 資格もう早めに勉強を始めて早めに取得をしていただきたいと思います fp 資格の合格に向けてぜひ一緒に学習をしていきましょう はい、えー、それでは、えー、今日私からは、えー、以上で終わりにしていきたいと思います、えー、皆さん長い時間どうもお疲れ様でした